こんにちは、粟田洋介です。今日は墨で変な虎の絵を描いていこうと思います。虎は来年2022年の干支ですね。で、1年前は牛の絵を墨を吸って描いたんですけど、今日はこの墨汁を使います。黒い墨汁と習字の先生が使う朱色の墨汁を今日買ってきました。この朱色の墨汁を使うのは初めてです。で、細い筆がなかったので、お習字の初心者が名前を書いたりする練習用の筆を買ってきました。で、紙は水彩絵の具用の紙を使います。変な虎とはいえ、随分頼りない虎ですが、もうちょっと手を加えていきます。一回に録画ボタンを押すのを忘れてしまって、なんか出来上がってしまいました。なんか今2色の墨汁だけで描いて、これはこれでいいんですけど、まあちょっと動画も撮れてなかったこともあって、ちょっと何色か透明水彩絵の具で色を足していこうと思います。はい、ではこんな感じで色が入りました。なんか水彩絵の具で足したら足したでまたいいんですけど、この2色だけっていうのもまた面白いなと思うので、機会があったらまたこの2色で絵を描いていきたいと思っています。というわけで今回は2021年最後の動画だったんですが、録画ボタンを押すのを忘れたり、そそかしいビデオになってしまいました。皆様今年はどうもありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。2022年も皆様にとって素晴らしい年になるように願っています。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。皆様良いお年を。さようなら。